皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。僕は先日、とある発見をしました。とあることに気づきました。もしかしたら、このポイントって上達にすげえ大きく関係してくるかもしれない。ゴー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 という、そういう発見があったわけなんですが、まあ、確かに振り返ると、今までいろんな生徒さんを見てきたりとか、いろんなプレイヤーと関わってきた中で、上達が早い人、飲み込みが早い人というのは、必ず共通してこのポイントを持っているんですよ。なので、この動画の中でそのポイントについてベラベラと喋ってみて、みんなでギター上手くなるぞ、イエーイっていう、そんな感じの趣旨の動画でございます。題して、見たらギターが上手くなる動画なんてねって、まあ、ちょっと大げさな感じは否めないんですけれども、でも割とそんな感じの内容です。よかったら参考にしてみてくださいませ。もったいぶらずにその答えを言いますと、上達が早い人、飲み込みが早い人っていうのは、メコピ能力が優れていることが多いです。メコピ能力。耳コピっていうと、音を聞いて、でその聞いた音をギターとかピアノとか使ってこう探るみたいな、そんな感じの能力じゃないですか。メコピっていうと、ギターの場合だったら目の前にギター弾いている人がいて、でその人が弾いているフレーズを目で確認しながらなぞれる能力ということなわけですよ。メコピ能力。というわけで、みんなメコピ能力を培おうぜみたいな感じで、この動画の中ではひたすらメコピの大事さを解いていく。わけなんですが、まあ、でもそれはそうですよね。それはそうですよね。普通にこの楽譜とかなくてもメコピできた方が絶対楽に決まってるじゃないですか。よくコメントとかメールとかですごいいただくのが、その楽譜ないんですかとか、楽譜書かないんですか、作らないんですか、どこにあるんですかみたいな、そんな話。まあ、楽譜と。別にその楽譜に頼ることは悪いことではないですし、それはそれでいいんですけれども、逆を言えば、楽譜がないと弾けないんかいみたいな感じにもちょっとなるじゃないですか。そうじゃなくて、メコピできた方が見たらもうすぐに弾けるから絶対便利なはずですよね。せっかくこういう YouTube という動画サイトもあるわけで、で、その動画サイトの中でいろんなプレイヤーが見れるわけで、ライブ映像とかその練習風景とかリハーサル風景とかレッスン動画とかいろいろ見れるわけで、で、そんな動画をひたすらこう見ていって、もう片っ端から気になる人をバーッと見ていって、かっこいいなと思ったフレーズをメコピーして、あ、これいいなと思ったらとりあえずメコピーして、あ、この人なんだろうと思ったらメコピーしてっていった方が絶対に引き出しも増えるじゃないですか。楽譜を毎回毎回こう揃えていくのも別にもちろんありなんですけれども、それしかやってないと、やっぱり自分の知っている範囲、自分の好みの中での曲になってしまいますし、もっと YouTube とかザッピング、もうバババッとなんか適当に見ながら吸収していた方がなんかすごくいい感じですよね。で、僕のところの生徒さんも振り返るに、その上達が早い人、飲み込みが早い人っていうのは、楽譜をあんまり見てないことがすごく多いんですよ。目の前に楽譜があるのに、僕が一生懸命書いた楽譜があるのに、いろいろこう赤ペンとか青ペンとかいろいろこう使ってこうすごい見やすくしている楽譜が目の前にあるのに、やつは見ねえ。でも、まあそれがいいのかなって思ったりもします。で、その生徒さんがどこを見ているかっていうと、自分の手元だったりとか、僕の手元を常に見ているんですよ。まあ、その僕が弾いているこのフレーズとか、そのフォームとかを彼なりにそのイメージしたりとか、そのね、こういろいろこう想像して弾いているのかもしれないんですけれども、まあ、概して言えるわけではないんですが、一概に言えるわけではないんですが、飲み込みが早い人というのは、楽譜をあまり見ないこと、あまり縛られないことの方が多いということに最近気づきました。てなわけで、ちょっくらメコピの練習をしてみましょう。今から僕の手元を少し大きめに映し出してみますので、ギターを持っていただいて、メコピをしてみてください。リズムとか、その運指とか、なんかこの音程とか、まあ、いろいろとこの細かいところはあるんですけれども、本当にざっくりです。なんとなくなぞれればいいんです。なんとなくで大丈夫です。なんとなくやってみてください。同じ音が出てれば OK です。で、その、わかんなかったら巻き戻しをしてもいいですし、もしパソコンから Chrome ブラウザを使ってらっしゃる方は、スロー再生が有効になっているはずなので、この辺の歯車マークをポチッとタップしていただいて、速度をまあ、0.5 倍とかにしていただくと、より一層メコピしやすいかなと思います。そんな感じで文明の力も借りながら、メコピ能力を培っていきましょうということです。では、今から僕が手元を大きく見せますので、なんとなくでいいです。なんとなくなぞってみてください。同じ音が鳴っていれば OK です。それでは、どうぞ。
ちょっと簡単めのパターンを3つほど弾いてみました。うまくできましたでしょうか。もし、もっと難しいバージョンもやってみたいぜなんていう方がいらっしゃいましたら、コメントの方に書いていただけますと嬉しいなという感じです。他にも思ったこと、感じたことありましたら、バシバシコメントしてみてください。リクエストがあったら、もっと難しいバージョンとか、なんかこのコードバージョンとかも作ってみようかなと思います。そんな感じです。何度も言うようですけれども、チョーキングのピッチとかタイミングとか、ビブラートのなんとかかんとかとか、もうそういった細かいことは全然気にしないでください。本当にもうなんとなく同じ音が鳴っていれば大丈夫です。音種とかも違ってても全然 OK という感じです。そんな感じで、メコピー能力、頑張って培っていきましょう。ヤッホイという、そんな感じでした。何かありましたら、お気軽にコメントしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。はっ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 は。メコピー、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 メコピー。